スタッフの手にゴブリンシャークが噛みついたのだ。口が飛び出し、あの悪魔の姿が現れた。それはカメラから逃げようとするゴブリンシャークの前に不用意に手を出した瞬間だった。細く尖った歯がダイビングスーツに食い込んで離れない。ただ歯は細く痛みを感じなかった。ようやく歯を外すとまたおとなしい姿に戻り、何事もなかったように泳ぎ出した。数ヶ月にわたって探し続けた幻のサメ。私たちに一瞬だけその素顔を見せた後、海底谷の闇の中へと消えていった。